自分の志向大学だけの対策ができる入試直前対策パックと、初速でライバルに差をつけるスタートダッシュパック、この2つの申し込みを現在受け付けております。詳細は動画概要欄のリンクからチェックしてください。12月10日月曜日夜の10時から2018年最後のライブ配信、年末年始の過ごし方について話していきたいと思います。皆さんお楽しみに。よくて半分から6割ぐらいは取れるんじゃないかなというふうに思います、うん、ただその、入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それで始めていきましょう。学びズムの中桐です。学びズムです。こんにちは。はい、じゃあ今日の質問です、はい。高2生です。青山学院大学の文系数学って、基礎問と文系の数学重要事項完全習得編でいけますかという質問ですね。完全に数学じゃあ答えさせてもらいたいと思います。はい、はい。まあ、結論から言うと、はい、いけるっちゃいけるけど、はい、まあ、これだけだとちょっと厳しいかなというのが結論になります。なるほど。この質問に答える前に、その基礎問 と、文系の、まあ、赤色の方ですね、はい、でいけますかというところなんだけど、まあ、この2つは結構役割が被ってるので、使うんであれば1個に絞った方が絶対いいです、まあ、インプット教材として使うものをわざわざ増やす必要はないので、自分がこっちの方がいいっていうふうに、まあ、信じれるものをどちらか選んで使ってくれたらいいかなと思います。そんなにレベルとかは変わらないので、はいはい、まあ、基礎問を使うか、もしくは文系の赤を使うかっていうふうに絞ってください、うんうん。でさっき言った、まあ、そのいけるっちゃいけるけどっていう風な話なんですけど、うん、まあ、実際ある程度これでこう勉強を進めていって、まあ、例えば文系の数学の赤の方でしたら、うん、150題ぐらい例題があるんですけど、それが本当に、はい、もう人に説明できるぐらい喋れるようになったっていう風なレベルまでいけば、まあ、おそらく まあ、青学の中でどこの、学部を志望するかっていうのはちょっとわからないんですけど、まあ、大体、よくて半分から6割ぐらいは取れるんじゃないかなという風に思います。ただその特にその参考書の名前がそうなんですけど、うん、基礎問題成功とか、重要事項完全習得編っていう形なんで、うん、本当に情報が集約されてて素晴らしいのは素晴らしいんですけど、それだけで全ての問題に対応できるかっていうと、やっぱりちょっと、まあ、ボリュームが少なかったりはするんですね。だから、まあ、もうちょっと先の話にはなると思うんだけど、青学の対策をしたいのであれば、まあ、全学部日程だったりとか、自分が、志望する大学部以外の、学部の文系の問題を解いてみるとかっていう風にしてくれたら、うん、一番いい対策になるんじゃないかなというふうに思います。ただ、まあ、経済学部はその、まあ、普段、おそらく多くの学校では取り扱わないようなその、まあ、統計処理のところが出たりとかするので、うん、まあ、それは他学部の問題を使いましょうというふうに今言ったんですけど、まあ、ちょっと避けた方がいいかもしれないですね。なるほど、はい。いきなり文系の、赤とか基礎問からやって過去問に入るというのがもし辛ければセンター数学はかなりいい演習材料になるかなというふうに思うので、うん、まあ、文系の赤とか基礎問で、センター数学挟んで、青学の過去問というふうにしてくれたら、まあ、今まだ高2生なんで、全然時間はあると思いますし、かなり順調に進めていけるんじゃないかなというふうに思います、うん。それではこの動画はここまでしたいと思います。動画がいいなと思ったらいいねを、質問はコメント欄からお願いします。ありがとうございました。動画見てくれてありがとう。無料で受験相談ができる無料体験コンサルを365日受け付けております。資料請求をしてくれた方にはこちらビズマーの生態を明らかにしたマナビズムライフスタイルブックを進呈しています。 LINE アットでは登録者限定の情報も流れてきますので、必ず登録しておくようにお願いします。